前に栃木の高校の偏差値をやったじゃん。やりましたな。最新の群馬はどんな感じなの？じゃあ調べてみますか。なるほどね。どうでした？5位は偏差値66の高城。高崎の女子校ですか。群馬初の公立女子校です。え、そうなの？4位は偏差値67の前女と群馬高専。高専がここに入るのね。いろんな学科がありますな。すごそうな名前だ。3位は偏差値68の戦。なるほど、太田ですか。敷地内には古墳があります。いや、そっちのが気になる。2位は偏差値69の高高。いや、呼び方が擬音みたいだ。文化祭の名前読めますか？おお、むずいな。1位は偏差値71の前高。やはり県庁所在地の高校か。高高とスポーツで戦う定期戦がある。へえ、面白そう。以上の結果だけど、どうだった？先生、補足のプチ情報が気になって偏差値見てませんでした。いや、なんでだよ。